どうも、漫画紹介系 YouTuber、アイキーです。本当にこの動画を見つけていただいてありがとうございます。大感謝。今までもショート動画をいくつかチャンネルにアップロードしてきたんですけども、この本編となる長い動画はこれが一つ目となります。今後も頑張って活動していきますので、ぜひよろしくお願いします。さて、本チャンネルではですね、日本中の、ひいては世界中の皆様に、世の中にはこんなに面白い漫画がいっぱいあるんだよっていうことを紹介していきたいチャンネルとなっております。世界中にとね、ちょっと豪語しましたんで、最初のうちの日本語でやるつもりなんですけども、ある程度動画を撮っていったらですね、後々英語バージョンも作っていきたいと思ってますので、まあ、英語バージョンできましたらですね、英語に興味がある方や英語を勉強している方なども一緒に楽しんでいただけると思いますので、ぜひ楽しみにしててください。さて、第1回目の今回おすすめしたい漫画はこちらでございます。推しの子。はい、漫画紹介系 YouTuber といたしましてはですね、もっと世間的に認知度の低い漫画を本当はご紹介していきたいんですけども、だからといってですね、この人気のある作品を紹介しないというのもちょっとおかしいと思いますので、まあ、せっかくの第1回目の動画ということですね、今回は記念いたしまして、この2023年の顔と言ってもおかしくない作品ということで、この推しの子を選ばせていただきました。では早速参りましょう。 Here we go!まずは推しの子の基本的な情報から見ていきたいと思います。週刊ヤングジャンプさんで2020年から連載がされているんですけども、今の時点でですね、コミックスが12巻全部で出ていますね。今年の11月に13巻を発行予定となっております。原作を赤坂亜香先生、作画を横槍明吾先生という方々が担当されていますね。赤坂亜香先生はですね、かぐや様を告らせたいという漫画で有名な作家さんで、横槍明吾先生はクズの本会という作品で有名な漫画家さんとなっております。今回はですね、赤坂亜香先生が全体のシナリオを考える原作を担当して、横山明吾先生が作画を担当するんですけども、まあ、完全な分業というわけではなくてですね、お互いに意見を出し合ったり、赤坂先生がキャラクターのデザインを考えたりと、2人で協力して作っている作品というふうになっております。まあ、漫画はですね、こんな感じでですね、原作と作画の担当が別々になっている作品も結構ありまして、有名なやつで言うとデスノートなんですけども、デスノートは原作を大場恵先生、作画を小畑武史先生が担当している作品ですね。めちゃくちゃ有名ですね、デスノート。逆にワンピースの小田栄一郎先生やドラゴンボール鳥山明先生なんかは、作画も原作も全部お一人で担当されているというタイプの漫画になります。この2023年にですね、推しの子がどうしてこれまで有名になったかということをちょっと見ていきたいと思うんですけども、今年の4月から推しの子のアニメが放送されたんですね。もちろんアニメ自体もすごく人気になったんですけども、このアニメの主題歌に使われているアイドルという曲がですね、YOASOBI さんが歌ってるんですけども、これがもう世界中のストリーミングとか YouTube とかのね、再生で、まあ、最速1億回再生とかね、まあ、そういった記録をたくさん樹立して、まあ、世界中で一気に注目されることになりました。まあ、そういったことが理由で、推しの子っていうのは世間的な認知度がすごく高くなったんですね。で、この推しの子自体が、まあ、いろんなところでピックアップされて紹介されるようになったっていうことがあって、この2023年ではこれだけ有名な作品になったのではないかと思います。まさにこの2023年を代表する作品と言ってもおかしくないんじゃないでしょうか。推しの子ってどんな話？まあ、ここからちょっとストーリーに触れていきたいと思うんですけども、これを見るときに絶対にネタバレをしてほしくないという方はこの時間まで動画をちょっとスキップしてください。そしたらこのストーリーの部分は飛ばして、ちょっと次の話になりますのでスキップしてみてくださいね。ストーリーに関してもですね、まあ、最大漫画の一巻分までしかちょっと触れないようにしますので、まあ、見てもいいよって方はこの引き続きストーリーの部分も一緒に見ていきましょう。主人公なんですけども、地方の総合病院に勤めるお医者さんです。まあ、そんな医者さん実はですね、とてつもないドルオタなんですけども、ドルオタっていうのはアイドルオタクのことですね。主人公がドルオタになったきっかけがですね、同じ病院に入院している、いわゆる不治の病の、まあ、女の子がいるんですけども、まあ、その女の子が星野愛というアイドルのすごいファンで、まあ、その子の影響で、この主人公自身も同じように、この星野愛というアイドルを推すドルオタになるわけなんですよね。そういった後の話なんですけども、この地方病院で勤めているところにですね、産婦人科で外来を受付していた時にですね、とある妊婦が入ってくるんですけども、なんとこのやってきた、検診に来た妊婦さんがですね、この自分が推してるアイドル、星野愛、その人なんですね。
これには主人公も大ショック、もちろん妊娠するということはですね、子供を出産するということはもうめちゃくちゃ喜ばしいことなんですけれども、自分がすごく推してるアイドルが妊娠してしまったことにめちゃくちゃショックを受けて、ああなんか素直な気持ちで応援して出産のサポートできないなと思ってるんですけども、そんなところでですね、この星野愛とお話しして、出産についてどうしていくんですかという話になった時ですね、アイドル星野愛本人は子供も産む、アイドルも続けるという覚悟を伝えます。それに心を打たれた主人公はですね、自分の推しアイドルだけど完璧にこの出産をサポートして、それでもアイドルとして推してやると決意するんですね。そんなアイドル星野愛はですね、この双子の子供を妊娠してるんですけど、出産までやってきます。でいざ出産当日にですね、なんとこの主人公死にます。この星野愛の、狂心的なストーカーのオタクがいるんですけども、このストーカーのオタクがですね、この病院に星野愛がいるっていうことを突き止めて、その星野愛の出産をサポートしたんです。主人公に逆恨みするんですよね。もう逆恨みしてサクッと行ってしまいます。もう物語始まってすぐに主人公死んでしまいます。主人公一番にして死す襲撃ではなくてですね、死んでだんだん意識がねなくなっていくんですけども、次にパッと気がついたらですね、なんと主人公、先ほどまで見ていたアイドル星野愛の双子の子供のうちの一人として生まれ変わります。その後割とすぐ気がつくんですけども、一緒に生まれた双子の妹がですね、なんと同じく生まれ変わりです。妹の方もですね、重度のアイドルオタクで、同じく星野アイドルを推しているドルオタが生まれ変わったっていう感じなんですね。この星野愛ちょっとかわいそうですね。せっかくあの双子の子供を産んだのに、二人とも自分のオタクの生まれ変わりっていうのは、自分やったらちょっと嫌かな。そういった経緯ですね。この子供二人、主人公と双子の妹がですね、自分たちが子供の立場から周りにバレないように、この星野愛をアイドルとしてサポートしてマネジメントしていこうということで物語が始まっていくんですね。一見この世ってね、自分の大好きなアイドルの子供としてのほほんとして生活がねスタートしていくというような感じのお話に僕も思ってたんですけども、いい意味で予想を裏切ってくれるというか、この後ね、主人公たちが幼稚園ぐらいの成長してくるんですけども、数年の間にですね、この星野愛自身もうアイドルとして一流に上り詰めます。星野愛が所属しているアイドルグループのついにコンサートが、その日この東京ドームで開かれるということで、ついにアイドルとしてここまで来たか、絶頂のところまで迎えるわけなんですね。でそんな時に、いざコンサート当日の朝ですね、誰かが自宅に訪ねてきます。でそこにね、星野愛がはーい開けた時に殺されます。また殺されますね。主人公も殺されて、このアイドル星野愛もそこで殺されちゃうんですね。これがですね、この星野愛を殺した本人が数年前に主人公を殺したのと同じストーカーのオタクなんですよね。これがやってきて、自宅を突き止めてですね、このコンサート当日に星野愛を刺し殺してしまいます。ここまで一生懸命やってきてですね、頑張って頂点まで上り詰めてきたという努力も虚しく、双子の子供たちを残してこのアイドル幕を閉じてしまうんですね。いや、ここまでだけでですね、これまだ一巻の途中なんですけども、話濃いですね。重いですね。でもそれがね、まだ面白いんですけども、ここまでね、まだこの推しの子の漫画のプロローグだと思うんですよね。この後まだ12巻まで続いてるんですけども、本当の話はここから始まります。刺殺事件が原因ですね、当然東京ドーム公演はなくなりますし、この所属していたアイドルグループ自体もその後うまくいかなくなって解散してしまうことになるんですね。主人公とね、その双子の妹もしばらくは生きる気力を失ってしまうんですね。自分の母親である、自分の大好きな推しアイドルである星野愛を失ってしまって、もうどうやって生きていったらいいんだというふうにみんな落ち込んでしまうんですけども、この妹の方はですね、私もアイドルになってお母さんみたいになりたいんだという夢を持ってですね、再び元気に活動を始めます。果たして今度は主人公の方なんですけども、しばらく闇の時期から抜け出せないんですけども、ある時気がつくんですね、そういえばこのストーカーどうやって病院を突き止めて、どうやって自宅を突き止めたんだろうっていうふうにね、すごく疑問に思うんですよね。これまで絶対に子供がいることがバレないように隠し通してきたはずなのに、なぜわかったんだ。いろいろ考えた結果ですね、思い当たる人間が一人だけいるんですね。主人公たちの本当の父親ですね。今までの話に絶対出てこなかったこの父親だけが子供たちがいることや、どこに
いるかということを知っているんじゃないかということで、それを探そうと思います。で、いろいろと調べていったり考えた結果、この星野愛と出会った時期、子供が生まれた時期を考えると、どうもこの父親も芸能界の業界人に違いないということで、自分の父親を探すことを決意して、そして見つけ出し復讐するということを心に誓って、物語が進んでいくんですね。ここまでが一巻の内容となっております。いやー、濃いですね話。わずか一巻の間にもういろいろ起こって、でもここまでほぼプロローグで、本当のこの推しの子の話っていうのがここから先にコミックス2巻以降続いていくんですけども、かなりまたね面白いんでね、もうこれに興味を持ってもらったら、よし、ぜひ続きも見ようってことで見てほしいなと思いますね。推しの子の魅力。さて、先ほどのあらすじ解説でですね、だいぶいろんな魅力伝わったんじゃないかなと思うんですけども、どういったことがね魅力なのかということをピックアップしてお話ししていきたいと思います。出落ちのようで出落ちじゃない設定、これがこの作品の魅力の一つじゃないかなと思うんですけども、まあ、設定から言うと、アイドルオタクが死んで自分のオタクの子供として生まれ変わるっていう設定だけ見たらめちゃめちゃキモいんですけど、もう僕正直この設定見てちょっと読みたくないなと思っててね、最初は若干読み控えたんですけども、その当時の僕を見ちゃうかと仕方やりたいですね。読まなかったら本当に後悔するよと言いたいです。まあ、この内容でも出落ちみたいな、一番最初にこんだけインパクトある設定を持ってきて、これ以上面白くなることあるかなと思うんですけども、いやいやいや、ここからが本番ですと、あんまり多くは語れないんですけども、物語を走ってるための本当に最初の設定に過ぎないんだなということね、ここからとのストーリーがいかに面白いかっていうものをね、読んでもらったら分かると思います。続きましての魅力は、随所に二面性を感じさせる内容だと思っています。そもそものこのタイトルの推しの子なんですけども、推しの子っていうこと自体がですね、自分が推しているアイドルという意味と、その推しているアイドルの子供という2つの意味がね、タイトルにそもそも込められていると思うんですよ。当然この生まれ変わった後の主人公の双子なんか2つで、その双子の性格が正反対ですね。主人公側の性格とその妹の性格もかなり違うんですけど、そういった2つの対極する違う内容、途中に出てくる他のサブキャラクターもそれぞれ次になる全然別の性格だったりキャラクター性のある人たちが随所に出てくるんで、全体のテーマとして2つの相反するものっていうのが一緒になって出てきたり、2つの別の意味のなるものっていうのが同時に出てきているっていうのが、この物語の面白いところの一つじゃないかなと思います。展開のアップダウンが激しいというのもこの物語の面白いところの一つだと思うんですね。話の内容が芸能界を舞台にしたストーリーになりますので、基本的には芸能関係に関わるお仕事を中心に話が進んでいくんですけども、当然ストーリーの中に笑いあり、涙あり、サスペンスあり、いろいろなことがですね起こってくるんですけど、これがですね大きい流れで起こってくるわけじゃなくて、一つの話の中に急にギャグが来て、急にシリアスが来て、悲しいとこ楽しいとこっていうのが入り乱れてるのが面白さの一つだと思うんですね。見てて飽きない、一話一話見ててすごいアップダウンがあって楽しく見れるんじゃないかな、次から次へと展開が進んでいって、あ、また次が気になるなというのがこの漫画の面白さの一つだと思います。捨てキャラがいない、この主人公からサブキャラクターに至るまで僕が思うんですけど、ほぼ捨てキャラクターがいないですね。もちろん主人公たちは当たり前なんですけども、他に出てくるあらゆるサブキャラクターがとても立っていて、それぞれにストーリーがあって、それぞれがメインストーリーにしっかりと絡んでくるんで、これはなかなか面白いですね。もう見ててもどのキャラクターも自分が好きになるのかわからない、みんなそれぞれやっぱ違う好きなキャラクターができてくるんじゃないかなというのがこの漫画の面白いところの一つでもあると思うんですよね。ちなみに僕の推しキャラクターは重曹ちゃんです。さあ皆さんどうでしょうか、推しの子に興味を持ってもらえたでしょうかね。この推しの子、私的に表現するならですね、愛と呪いと嘘というテーマがあるんじゃないかなと思いますね。愛という嘘を振りまくアイドルと、愛という名の呪いに縛られる人生、愛ゆえに強行に走ってしまう人々、随所にテーマが感じられるような内容かなと僕は感じました。今後も話題性のある漫画や皆さんにぜひ一度は読んでいただきたい漫画などをたくさん紹介していただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してまた次の動画を見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ではまた次の動画で See you again!